んにちは、ガランドーと申します。はい、というわけで今回は前回の僕のプレミア配信の第一遅刻によりクイズ大会に参加できなかった方にぜひ参加していただければという思いから急遽リベンジ大会を開催してみました。前回は急な時間変更となり申し訳ございません。別日での開催となりますが、よければ今日は楽しんでいっていただけたら嬉しいです。さて、本日はリベンジ大会なのでクイズがメインなのであまりお知らせとかはないんですが、せっかくなので雑談を入れつつ全5問のクイズをやっていきたいと思いますので、ぜひ雑談もクイズもチャットでご参加いただけたら嬉しいです。で、まずクイズ大会のルールですが、問題数は前回と同じく全5問です。正解は最後にまとめて発表いたします。で、回答時間は30秒で、その間に1人1問1答でチャット欄でご回答をお願いいたします。ちなみにチャット欄での回答が全問正解で、コメントでご申告くださった方はコミュニティで表彰させていただきたいので、よろしければ配信後にコメント欄でご報告いただけると嬉しいです。前回も結構な難易度だったんですが、まさかの4名の全問正解者が出ました。正直1人出ればいい方だと思っていたのでかなり驚いたし、すごく嬉しかったんですが、全問正解はかなりハードルが高いと思うので、間違えてもぜひ以降の問題も挑戦してみていただいて、何問成功できるか腕試ししていただき、こちらもコメント欄で教えていただけると嬉しいです。というわけで、じゃあ早速第1問目いっちゃおうかな。あ、では早速第1問、まずはときめきメモリアルガールズサイトウォーサーアートからの問題です。ときメモガールズサイト4では男子と主人公のマリーで一定条件で結成される4人組の仲良しグループという要素があるのですが、3週目では、ヒイラギ君を攻略して、仲良しグループチーム麺類を結成しました。その中でも焼きそば過激派のヒイラギ君へのカミングアウトとして、ガランドが送ったチョコに書いてあったのは次のうちどれ ?A、パスタ。B、ラーメン。C、カツ丼。D、混ぜそば。さて、ご回答をお願いします。ヒラギは3週目にやったんですが、かなりの面白い男で、しかも相当の焼きそば過激派なので、ぜひその姿もご覧いただければと思います。はい、回答タイム終了です。前回もチョコの問題を出してみたんですが、今回の方がちょっと難しかったですかね。いかがでしょうか。ちなみにこちら前回も聞いた内容なんですが、やっぱり配信時間って21時がいいんでしょうか。前回のプレミア配信でもご相談して、で急遽この配信が決まったので、こちらの配信後がいいかと思ってまだアンケートはしてないんですが、今回のこちらの配信をするためのアンケートでも21時を希望している方が多かったので、やっぱり21時の方がいいのかなと感じたんですが、どうなんですかね。一応時間はいつか統一できればなって思ってるんですが、ちょっと最適な時間を模索している段階なので、もう少しご相談しながらいろいろ試していきたいと思っておりますので、ご意見いただけると嬉しいです。では、第2問目、いっちゃおうかな。続きまして、恋愛ゲームにダイエットの要素を盛り込んだ異色のゲーム、乙女的恋革命ラブレボからの問題です。幼少期は美少女コンテストの常連だったんですが、ゲーム開始時は体重が100キロになっている女子が主人公のラブレボ。そんな主人公を初めて見たときに、ガランドが言った言葉は、T シャツに、A、失恋を詰め込んでる。B、お菓子がついている。C、
暴力を振るっている。 B、 かわいそうな鳥さんがいる。さて、どれでしょう。ああ、ラブレポの話は初っ端から衝撃でしたね。このシーンの前の回想シーンで出てくるのがとんでもない美少女なので、だいぶ変わったなっていう困惑も含めて驚きました。こちらもツッコミどころ満載のゲームなので、ぜひ未視聴の方は見てみていただけると嬉しいです。はい、回答タイム終了です。あ、そういえば前回のプレミア公開の時にまたホラー実況やってっていうお声をいただいたんですが、皆様ホラーはいかがでしょうか。以前取らせていただいたアンケートでもお声をいただいてたし、今年は何かやってみたいなと思っているんですけども、でそういえば以前いただいたホラーの中にあったファイブナイツアットフレディーズが来月から映画でやるみたいですね。ちらっとだけ映像見たんですけど、なんか想像と違いましたね。なんか、普通に怖そうだったし、何よりピザ屋のゲームって聞いてたから、なんかちょっと想像と違うゲームで普通に震えてます。ちょっとホラーに関しては前回アンケートでご意見いただいたものも含めてちょっといくつか候補上がってるんですが、ちょっといろいろなご意見を踏まえて慎重に検討したいと思っています。さて、では第3問。こちらは再びときメモガールズサイド4からの問題です。プラネタリウムで修羅場の匂いがする光景が見られるこちらのご夫婦らしきお二人、こちらのお二人が普段並んで座っているこのデートスポットはどこでしょう。 A 映画館、 B ライブハウス、 C イベントホール、 D 劇場。プラネタリウムで修羅場を見たときは衝撃でしたね。まだ見てない方は2週目の七つ森編か、あとショートでもそちらをまとめたものがあるので、よかったら衝撃を味わっていただければと思います。はい、回答タイム終了です。そういえば前回のプレミア配信でもお話ししたときメモガールズサイド 1,2,3 の移植についてなのですが、今本内部編の収録がある程度目処がついてスケジュールを組み直したりとかしてるんですが、ちょっと改めて今の配信ペースでホワイトデー付近に移植版の配信が間に合いそうにないので、ちょっとときメモの配信ペースを上げていきたいと思っております。なので今後はですね、金曜日と土曜日に2日連続でときメモ動画が上がるという形にさせていただきたいと思います。なのでこの冬は週末はときメモと覚えていただき、ぜひぜひ金曜日と土曜日に遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、というわけで続きまして第4問。ポケットモンスタースカーレット・バイオレットからの問題です。先日エンディングを迎えたポケモン SV のダウンロードコンテンツゼロの秘宝、その中の前編緑の仮面からの問題です。緑の仮面の舞台北上で200匹分のポケモン図鑑をすべて集め、本編のパルデアと合わせて延べ600匹のポケモン集めを終えたガランドー。そんなガランドーに担任のジニア先生がくれたものは次のうちどれ。 A 絆、 B 愛、 C お金、 D お土産。結構ポケモン図鑑を全部集めるって大変なんですよね。裏作業でちょっとコツコツ集めたんですが、で僕はバイオレットを実況でやってるんですけど、全部のポケモンを集めるためには、スカーレット本編も全クリしないといけないんですが、そちらもやった上で、600匹のポケモンを集めました。その上でもらったのが、
この4つのうちの1つです。はい、回答タイム終了です。ポケモン SV は先日ダウンロードコンテンツもエンディングまで終わったんですが、思った以上にまだまだ遊べる要素が残っていて、まだもう少し続きます。前作のポケモンレジェンズアルセウスも楽しかったんですが、今作の SV はとにかくストーリーが抜群で、コミカルさもしっかり備わった最高のゲームで、あとポケモンがとにかく可愛い。なので、未視聴の方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。さて、じゃあ最後の5問目いってみましょう。最後は、テニプリ男子と無人島で恋愛ができる伝説の恋愛ゲーム、テニスの王子様、ドキドキサバイバルからの問題です。4週目でテニスの王子様の主人公、越前龍馬編をやったんですが、こちらのサムネイルの動画のタイトルは何？ A、場外ホームラン。B、さすがに角材はダメ。C、ラケットじゃないの？ D、必要なのそのスキルかな？さて、誰でしょう？ああ、ドキサバのテニスの王子様のぶっ飛んだ世界観と、個性的なキャラクターの魅力がモリモリに入ってるとんでもないゲームなので、ぜひテニスの王子様を知らない方も遊びに来て楽しんでいただければと思っております。はい、回答タイム終了です。というわけで、早速回答を見ていきたいと思います。まずは第1問。1年目のバレンタインで、ひらぎくんへのカミングアウトとしてガランドが送ったチョコは、正解は A のパスタでした。俺はパスタ派って書いてお渡ししたんですよね。こちら、焼きそば過激派のひらぎくんに伝えるのは、勇気のいる決断だったんですが、その決意とチョコを見たヒイラギくんの反応、ぜひ見てみていただければと思います。続いて2問目。主人公を初めて見た時にギャランドが言った言葉は、正解は C の T シャツに暴力を振るっているでした。まあ質量も詰め込まれてるし、お菓子もついてるし、鳥さんもかわいそうなんですが、とっさに出たのはそちらでしたね。続きまして第3問。プラネタリウムで修羅場が見られるご夫婦が普段並んで座っているのは、正解は C のイベントホールでした。あの2人はプラネタリウムでとんでもない修羅場があるんですけど、きっかけはイベントホールで毎回立ったまま鑑賞しようとする男子たちに、おじさんがめっちゃこっちを見ているところからだったんですよね。教員として引率してる三影先生も座らないんで、毎回すっごい見られてるんで気が気じゃなかったんですが、なんで結構顔を覚えてたんで、まさかのプラネタリウムでの出来事に気づいてしまったんですよね。あれは衝撃でしたね。さて、続きまして第4問。担任のジニア先生が北上図鑑をすべて集めた際にくれたものは、正解は D のお土産でした。ジニア先生はほんわかしてるけど、実はギャップ萌えを合わせ持つ先生なんですが、ポケモン集めで何かと因縁のあるキャラクターなので、そちらも気になる方はぜひ本編をご覧いただければと思います。続きまして第5問。こちらのサムネイルの動画のタイトルは何？正解は B のさすがに角材はダメでした。こちらの動画はまさにこのタイトルの通りの衝撃的な出来事が起きているので、見てた方はぜひご覧いただければと思います。ちなみに配信終了後に概要欄にこちらの各動画のリンクを貼っておくので、気になった方は覗いてみていただければと思います。さて、前回は僕の準備不足で配信時間が大幅にずれてしまい申し訳ございませんでした。
ちょっと張り切ってガランドを動かしまくったら、ちょっと多分今の僕のパソコンのスペックじゃ動かないみたいで、それがギリギリになって発覚して、慌ててガランドの部分を大幅に差し替えて、前回の感じになったんですが、お時間を作っていただいたのに大変失礼いたしました。で、今回はもう前日から仕込んでいるので間に合っているはずですが、どうでしょうか。間に合ってるよね。大丈夫だよね。放送事故とか起きてないよね。俺チャット欄にいるよね。大丈夫かな。さて、というわけで今回のリベンジ大会、皆様いかがだったでしょうか。こういったクイズ大会もまたやってみたいなっていう気持ちもあるんですけど、それ以外にもこんな風にプレミア配信で皆さんとこう遊べるようなアイデアがあったら、コメント欄などで教えていただけたら嬉しいです。では本日は皆様遊びに来ていただきありがとうございます。では次回もよろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。お、第一村人発見。あ、なるほど、ネモイコ。そんな大事な本体に入れて大丈夫。なんかモブっぽい子たち、キャラデザ施されてるっぽい子がいるな。お祭りロボのガランドです。あいつの住所教えてもらえます。その格好で地元民は無理があるぞ。俺の部屋には何ポケモンも出ないといいな。